やっぱり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 、もしかしたらついに生まれたかもしれない。やった。はい、こちらボンシュールが飼育している熱帯魚になります。インペリアルゼブラプレーコ4匹がいてます。でこちらにね、隔離しているんですが、オスが入ってるんですよ。一番でっかいオスがね、おそらくペアリングが終わってます。というのも、ここの端っこにね、丸っこいもんがあるんですよ。これね、プレコの卵のはずです。なのでちょっとね、このオスを一回筒から出してみます。これをこうしてもね、逆さにしても出てきてくれないとね。プレコはなかなかね、あ、出ました出ました出ました、出てきました。で問題はこちらですね。こちらの奥、見えないからちょっと光を照らしてみましょう。おお、おお、いてる。おお、いてる。確実にいてます。いてるけど、あれなんかな、ちゃんと有精卵なんやろか、わからんけど10個ほどはありますね。やりました、生まれてくるんやろか。はい、ということでね、今回プレコが卵を産んでくれましたが、家で飼ってるとこういうことが結構あるそうです。まあ、今回ボンシュールは初めての経験だったんで興奮して撮影をしてしまいましたが、こちらね、プレコ強引に筒の中から出してたでしょ。ああいうことはしない方がいいです。プレコにストレスがかかってしまうと、こちらプレコがまた筒に戻った時にそのストレスで卵を食べてしまったりすることがあるようなので、極力ストレスは与えない方がいいです。でもね、卵生まれることは結構あったとしても、その卵がちゃんと孵化する。で、孵化して、稚魚がちゃんと大きくなる。この工程が、まあ、非常に難しいということなので、今回卵が生まれただけですけれども、またこれからね、これが孵化しました。で、その稚魚がご飯を食べてくれてね、お、なんとなくこう、大きくなっていきそうだな、っていう時には、その時のね、飼育方法であったりとかを皆様にちゃんとご紹介したいと思いますので、ぜひとも生まれてきてね、元気に育ってくれることを祈っております。言ってるけど、あれなんかな、ちゃんと有精卵なんやろか、わからんけど、10個ほどはありますね。やりました！生まれてくるんやろか。